鈴目宮神社は、栃木県宇都宮市にある神社、旧社各は豪社、歴史と趣のある神社として、地元民に敬愛されている。この地域を治めていた宇都宮市の信仰は厚く、鈴目宮神社を、城を守る詩人のうち、南の須坂と位置づけ、上主がしばしば遠乗りをして、お参りに来たと言います。鈴宮神社は皇族である、皇諸別王を祭神としていることから、 1713年、東山天皇から、金文字で、スズメ宮と書かれた直学が掲げられていたため、日光社山をする将軍家をはじめとして、初代名を挙げばして参拝したと伝えられています。この神社の創建年代などについては不詳であるが、この神社の周辺の地名の由来ともなった神社であり、日光街道、日光東王冠のスズメ宮塾が置かれた。伝承によれば、由緒は、 平安時代に遡る。かつて第日田村鈴目宮塾と称しており、長徳三年に創建されたと伝わる。一条天皇の身を藤原三方が、陸津守に任せられ、道の区国へと赴く途中、当地に滞在した後、人国へと下ったという、実方の妻、綾女が、実方を慕って人国に向かおうとした。綾女姫が当地まで来たところ、重篤な病に伏せり、 隣住の床で、次のように遺言したとされる。我、夫中条実方を、道の区国にまで尋ねまいらせんと生死が、病のため、ここにて死す。我の持てる、この奉仕は、大昼目君ことと、すさのお命との名役の檻の奉仕なれが、藤原家に預け置かれり。藤原家の奉仕なれど、この地に留めさせ、うぶすながみといつき祭りせば、当地は長く繁栄なるべし。人等は、 その遺言を報じて、その報酬を土地の産む砂紙として尊く祭ったという。その後、長徳三年九月十九日、藤原曽根方がこの地を訪れて神社を創建し、後に自身も合詞されたとも伝わる。明治三十五年に記された下付神社遠隔史によると、鈴目宮神社と綾女神社は元来それぞれに、祭神スサノオイノチ一座、藤原曽方阿蘇に命、 祭神が見た毎日とされている、経内者として祀られていた、綾女神社は、明治42年5月、湯戸の神社と共に、鈴目宮神社に行使された記録がある。現在、境内者として祀られている、綾女稲荷神社と同一とは、反然されないが、綾女姫の伝承から祀られたものとみられる。また、この地に伝えられる建説に、ご処別王を祭神とする説がある。 ご諸別王が、東国を治めた際に、鈴目宮周辺を本拠地とされ、日本初期の、早くより前世を得たりとした記述があるとされている。そのため、後に、人々から、陳の宮と尊称されたという、鈴目宮神社の祭神として祀られたというご、諸別王実質的な祖した家の氏一族は、東国第一の豪族である。そうした、 関連性からであろうと思われるが、八万太郎よ家がの処別王を祭人として祀ったという奥のカラーコーンのところは、鈴目宮神社参道入り口、ありがとうございます。